この車、ミニクーパー買って、そろそろ1年経ちますね。そろそろとかもう経ってるのかな ?3 月ぐらいに、去年の3月ぐらいに買ったから、もう、過ぎてるわ。今日4月1日じゃん。この車、まあ今まで買った車の中で乗った感じとか一番いいですね。なんか輸入車って、なんか乗り心地悪いとか、なんかちょっとハンドルがクイックとか、なんかちょっと違うって言われるんだけど、確かに違う。違うことには違うんだけど、疲れはしないですね。特に国産車と比べて劣る。こんなのっていうのは、普通な基本的な部分ではないですね。まあ、ただ、これは購入時、まあ、購入時になっちゃうんですけど、この、なんかナビがついてないとか、ライトが、今時ハロゲンとか、そういうところはありますけどね。ETC がないとかね。それはまあ買うとき。買っちゃった後の、乗り心地が悪いとか、使い勝手が悪いとか、そういうのはないですね。あと、運転のしやすさ。運転してるときは しやすいかなっていうか、前のスイフトと比べると。そんな感じがした。所有する喜びってのはありますね。なんかしっかり感は高いですから。プラスチックの部分とかの安っぽさ。そういうのはないですね。これは多分どのグレードでも同じなのかなって思いますね。まあ、ハンドルとかも、そんな安っぽくないですね。高級車の装備がついたちっちゃい車みたいな。そんな感じかな。これでも、この、車検じゃなかった、一年点検で、この、これの上位グレードのものを貸してもらったんですけど、それと比べるとやっぱ違うかなってのはあるんだけど、同クラスの、国産車と比べると質感は高いですね。あとは故障とか、特に今のところないですね。これから出てくるかもしれないけど、ただ3年間は故障した場合パッケージとかありますからね。3年間は確か正規ディーラーで買ってれば無料か。それで、あとの2年、というか5年間延長したければ、あれ、保証延長パッケージを新車の時に買う。それなんですよね。だから、最低でも3年間。パッケージに入ってれば5年間。その間に問題が出れば直せる。ただどうなのか出るのかな?この輸入車の、このよく壊れるとか、なんか故障した時にすっごくお金取られたとか、その話がちょっとわからないんですよね。国産とは比べ物にならないほど取られた。単なる都市伝説なのか、本当なのか。それも、確かめたいですね。これからどうなるのかって。どうなのかな?本当に高いのか?なんか、輸入車って、この修理とかサポートに関しては、あまりいい話聞かないですからね。すごく冷たかったとか、なんか、すぐに新しいの買えって言われるとか。なんか、オートマジックのミッションが壊れちゃって、修理出したら50万とか。まあ、それがどこから出てるのかっていうのがね。まあ、噂話に、なんかいろいろついたかもしれんし、話してる人が持ってるとか。まあ、そもそも正規輸入車とかじゃなくて、すごくコンディション悪いものを中古で買ったとか。いろいろあり得るんですよね。ちょっとわからない。まあ、結局乗った人しかわからないのかなって。ですよね。人の言うこと。悪いことは悪いことで盛るし、いいこともいいことで盛り付けるんですよね。まあ確かに普通な話って誰も喜ばない。やっぱし、嘘でも盛った話の方がみんな喜ぶから、まあそういう話で、
どんどん大げさになるのかな。経験してない人も、経験した人の持った話で、さらに大きく感じるのかな。そう感じましたね。まあ、ということは、直接感じるしかないのかな。それなのかな。直接感じて、感じたことないものは、もう何も口に出さない。それがいいのかなって感じましたね。自分で生で、感じたこと、それは言ってもいいけど、じゃなければ言わないみたいな。聞いてもそこでせき止めとくみたいな。まあ、噂話は、自分でせき止めて、人に流すなっていう。そういうこと聞いたことあるんですけど、経験談もそうかもしれないですね。人の経験談を、なんかあの人こう思ってたよって言ったつもりが、その人あなたが聞いたっていうか私が聞いたこの話がもう盛られてるっていうのもあるし、私がその頭の中で半分ぐらい話聞いてなくて脳内で盛っちゃったとか、そういうのもありますからね。だから、まあ、人の話をリレーするまあ、ダメなのかな。伝言ゲームってありますよね。なんかクラス対抗なのかな。クラスで40人ぐらい並んで、それでメモを渡される。そういうメモに書いてることを口で言ってくれ。それをそのまま言ってくれ。早く言ってくれって焦らせるんですよね。競争させて。そうすると、まあ、言葉だから伝わってるはずだけど、間で変わっちゃうみたいなね。だから、あの程度の伝言ゲームで、まあ、まともに話が伝わらないということは、伝言ゲームじゃない状態だったら、もっと落ち着いて話を伝えれるはずなのに、ダメ。やっぱ厳しいのかなと思いますね。というか、話またいい。この車に戻って、1年乗って、私調子悪かったところ、なんかちょっとカタカタ異音がした。それ持ってったら、振動吸収用のテープ貼ってくれた。なんかカタカタしてね。それがあったぐらいですね。あとはちょっと使い方がわからないとか、警告音がなんか、鳴り響くとか。まあ、それを話聞きに行って、アドバイスをもらった。そのぐらいですね。一年乗ってみて、特にメジャーなトラブル、ないですね。メジャーどこか、マイナーもないか。カタカタをトラブルっていうか、まあ仕方ないっていうか、それですからね。ただまあこのカタカタ、この軽くカタカタ言って直しに行ったって話を私が他の人にすると、なんかそのうち走ってたら車から異音がしてガタガタ言い出した。カタ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 言ってたのがガタガタに変わっちゃう。ありえますからね。ということで、1年間ミニクーパー乗ってみて、まあ不満点ないですね。ないです。輸入車だから、とかそういうのもないですね。ということで、バイバイ。